皆さんこんにちは。パワーローテーショナルゴルフへようこそ。今日はですね、正しいピボットの仕方というようなところをやっていきたいというふうに思います。皆さんが多分ピボットでできない部分っていうのが、バックスイングもあるとは思いますけども、ダウンスイングの部分がうまくピボットができないというところだというふうに思うんで、今日はダウンスイングのピボットで、ピボットっていうのはピボットターンだったりとかそういうふうに言われるわけですけども、あるポイントを中心にですね、ターニングをすることで、ピボットがみんなできないっていうのは、体が止まってしまうだったりとか、回転する速度が足りなかったりっていうふうによく言うんですけど、回ること自体はさほど難しいことではないというふうに思います。問題は何かというと、このようにゴルフスイングをしている時に、インパクトをしている最中にこう体が途中で止まらずにしっかりとピボットをするところですね。まず皆さんに試してもらいたいのはですね、垂直に立った状態で、まあ、クラブを置いてもらっていいんで、肩とか胸とかに手を当ててもらってですね、このまんまターンして、もう前傾角も作らなくていいです。普通にターンして、ターンをしていく、ターンをして、ターンをしていく。それをあまりこう右左とか行くんじゃなくて、自分が中心にいてターンして、ターンしていく、これだけの動きですね。この動きって多分ほとんどの人が普通にできると思うんですね。ピボットの一番難しいところはベントだったりとか、チルトって呼ばれる、ベントっていうのはフォワードベント、前にこう前傾角を作ることですね。サイドベントっていうのは側屈ですね。側屈も腰の部分で側屈する部分もあれば、上半身の肋骨の部分でベントする部分、この2つがあります。でバックスイングでどういう形になってるかというと、このまっすぐ立ってる状態から、まあ、まっすぐっていうか前傾角がある状態からこういう状態になってるんですね。いわゆる腰がここからこういう状態になってターンをしているような状態になる。こっちで見せると前傾角があって、ここから腰がこういうふうに動く。まあ肩を今中心に話をしてるんで、腰がすごい動いてるように見えますけど、こっからこうですね。腰が中心にあるというふうに考えると、上半身がこう動くってことですね。これにターンが組み合わさると、基本的には腰も頭もセンターを保つということです。肩を中心にダウンスイングの動きを説明すると、ここからバックスイングでこういう状態になる。ここから腰がですね、一回後ろに回ってから前へ出る。これがもうホロスルーですね。こっちで見せるとバックスイングで腰がこうなって、ここからお尻が前に出てこうなる。でフィニッシュっていうのはこの状態で、ここからこうなってお腹が出てる状態でターンをするとフィニッシュの形になるっていうことですね。この際にですね、ほとんどの人がターンすること自体は、さっき言ったこの回ることですね、この回ることはできない人はほとんどいないです。ただほとんどの人がこの状態からお尻が突き出てからこう回るんですね。それをすっ飛ばしちゃうんですね。こっち側に行っちゃうんです。ここで言うからこうクラブを持ってやると、この状態からこっからこういうような形でお尻があまり後ろに下がらない。ここから本来だったらお尻が一回後ろに突き出てほしいんですけど、そこをすっ飛ばしてしまうというか、そこを省略して次のステップへ行ってしまうから腕が遅れたりとか、そういうことが起きる。単純に回ること自体は簡単に回れるというふうに思いますので、回ることに意識を持っていくよりかは、この動きができるように、上半身の動きで説明するとバックスイングですね。ここからこういうような動きになるということですね。お尻が前に最後に出て、このフォワードベントとサイドベントっていうところをきちんと順番よくやっていく。最初にちょっとやるのは、フォワードベントとかが全くないような状態で、いわゆる飛ばしてしまう人に多くありがちな方法ですね。ここからこのように少し沈み込むんじゃなくて、回ることばっかりを意識して全てがちょっと遅れてるような状態。そうではなくて、
この状態から一回このポジションに入ってから回る。もしかしたら回ることの意識よりかはこっから下に圧力をかけるというか、そうすると胸が下向いてインパクトを迎える。ここからターンしてこのポジションですね、こういうポジションに。それをすごい意識して振ってもらえれば、徐々に徐々にボールに対してのコンタクトも良くなって、フォワードシャフトリーンもできてっていうことができるようになってきて、ハンドファーストなインパクトができるというふうに思いますので、このような形で練習してもらえればなというふうに思います。こう落ちる感じですかね。ちょっともしかしたら右目に少し出さないと。うまい、おお、完璧ですね、うん、このグリーンの手前まで25ヤードから6ヤードぐらい、通常のショットを1回打ってみますね。まあこんな感じですね、うん、今度はもっと低い球を打つ。ちょっとキャリーを出して、うん、今グリーンの今度は少し高い球ですね、まあ、柔らかく落ちましたね、感じでグラウンド削るぐらいな感じを少し持って、おこれ結構、まあちょっと寒いんであんまりスピード出てないかもしれないですね。一発目にしてはキャリーが284ヤード飛んでるっていうことですね。してる時にでバックスイングの完了したところ、ここで全てサイドベントに変わるんですね、はい、フォワードベントがサイドベントに変わる。あとはターンが入るってことですね。90度以上のターンが入る。これをグッとこっちに蹴ってあげると、あの腰が回り始めるんで、腰が大体まあ40ヤードぐらいキャリーが飛んでる。若干右側に出てって戻ってくる球になるというところが、まず目指すゴールである。右側に20度傾いてるとちょうどいい形でこのグリップが徐々に徐々に上がってくるところを作ること。そこからクラブがリリースされて、この状態からシャロー、ナイスショットです。これも入りましたね。このようにですね、つま先というよりかはかかとの左かかとの外側に重心があるのが、見てわかると思います。ここにあのデリバリーポジションが来ちゃうと外に行っちゃうから、もっとここに落としてる感じ、こういう感じで落としてる。そうすればここの左側のギャップを埋めることで